ただいまです。さて、今日私がご紹介しますのは電話の正しい使い方について紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。さて、皆さん電話とはって感じだと思うんですけど、電話どんな風に使います？皆さんなるほど、そういう使い方。なるほどね、みんな女性のあそこに当てちゃう感じですね。なるほど、実は違うんですよ。ちょっと私がね、気持ちいい電話の使い方を伝授したいと思いますので、ただ教え合ってるだけでダメですよ。皆さんちゃんとね、こう教えますんで、今日から実践してください。スイッチこうやって入れます。でこれちゃんとね、強さもこう強弱マックスこんななるからね、痛いからマジで。ちょうどいいところをね、こうやって探っていって、弱いところからね当てていくんですよ。当て方とかいろいろね、ちょっと伝授していきます。ってかそもそもの電話の使い方ですよ。調整して、気持ちいい。あー気持ちいい。あ、すっごい気持ちいい。この辺をね、特にこう、そう、こういう感じでだんだんちょっと気持ちよくなってきて、もっと強いのがいいかな。ちょっと強めます。あ、いいね、このぐらい。たまらねえぜ。たまにこうやって当てる角度もこうやって変えてあげたりとかすると、女性の皆さん喜びます。気持ちいいな、気持ちいいな。こちらも同じようにね、ちょっと熱くなってきちゃったんで脱ぎます。こっちもね、同じように。あー気持ちいいんです。あー、聞き手じゃない方で操るのはちょっと難しいかもしれませんけど気持ちいいですね。肩以外には他にどんなところがありますか？肩以外ですか？肩以外だとですね、意外と頭とかいいかもしれないですね。ちょっと頭ちょっとやってみますね。この辺意外と凝ってたりするんですよ。100円のツボって言って、何にでも効くツボがあった気がする。ここをちょっと、あーもうすごい、あもう絶頂。ここをほぐしていけばもう本当に絶頂を迎えられますので、体調も良くなりますし、この辺を中心にこうやってね、こうやってあげるのとかいいです。あとやっぱこういう噛み締めたりとかもしちゃったりもすると思うので、こうやって側頭筋とかもこうやってやってあげたりとかね、気持ちいいと思います。ただ凝り固まりすぎてる方はちょっと今私がやってるやつだと強いっていう方もいらっしゃるかも。もしかしたら、あ、逆か、もうちょっと強めがいいっていう方はね、ちょっと様子を見ながらこうやってね、こう凝り固まってる人はちょっと強めていくのがいいのかなっていうふうに思います。あ、気持ちいいなこれ。こめかみのあたりとかもね、これいいです。じゃあちょっと顔はね、たるんじゃうかもしれないから、皮膚がやめといた方がいいのかなっていうふうに思います。あと首の後ろとかね、ここ後頭下筋群とかいろんな筋肉があって、あと目のツボがね、目の神経とかも通ってたりするので眼精疲労にも効きます。を重点的にほぐしていってあげてください。もう首、肩、頭とかめっちゃいいと思う。あと場合によっては、ここ下に行くと思っただろ。下には行ってるんだけど、肩甲骨結構効くのでおすすめです。気持ちいいなこれ。あー、はい。ということで、ちょっと電話の正しい使い方紹介させていただいたんですけど、一家に一台もしかしたらねあると思うので、ぜひこちらの動画を参考に、参考になったよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね押していただけたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。